はいどうも、走れおいチャンネルです。今日はですね、先日行われました向こう図の紅白戦の試合の様子をお伝えしていきます。今日は自分の打席とそして守備の方をご覧ください。向こう図は野球 YouTuber 向こうさんが作ったチームですね。主に月1で活動しています。それでは試合見ていきましょう。今回の先発、相手先発ですね、翔平さんという右ピッチャーでした。このまっすぐを放ってますね、137キロの本格投手です。そして、スライダー、これがスライダーですね。スライダーがまあ横に曲がるということで、向こうさんもだいぶ驚いてましたね、この辺は。はい、というわけでこちら試合の方を見ていきます。自分は1番セカンドで出場しました。いつも公式をやっているので、まあ、軟式を打つのはかなり難しいと思うんですけど、とりあえず今回ですね、フルスイングをすることを目標に打席に入りました。では行きましょう。まず初球ですね。初球、翔平さんはこの打席すべてまっすぐと攻撃してるんですけど、まずいきなりツーシームを投げてきました。はい、インコースからちょっと 外に逃げるツーシームを投げてきました。それをファウルにしまして、ワンストライク。はい、そして2球目ですね。次こそはまっすぐかなと思って待ってました。はい、ここでカーブの抜け球来ましたね。ちょっとびっくりしたような顔してますけど、ここでカーブかと思いました。次こそはまっすぐかなと思って、そしてまあカウント的にも次は取りに来ると思ったので真ん中付近を張っていました。しかしここでツーシームが来ましたね。当てに行った感じになりましたけど、まあ振ってるのかなと、しっかり振れてるかなと思います。これは結果的にピッチャーゴロとなりました。ここですね、少し内から外に逃げていく感じのボールでしたね。はい、というわけで1打席目はピッチャーゴロでした。はい、そして2打席目です。次こそは、まあ、出塁をしたいので強く振ることを意識して打席に入っています。でこちらもさっきと同様、初球から振っていくという意識を持って打席に入っています。まず初球です。初球は取りくるかなと思ったんですけど、ちょっとボールが外に抜けたツーシームが来ました。これでワンボールノーストライクとなっています。まあ、次は間違いなく取りに来るので、ここは真ん中付近を張ってしっかりとボールを打つイメージで入っていました。はい、そしてストレート、これですね、ちょっと詰まっていいと思ったんですけど、ボールの形がなかなかわからない形になってまして、ちょっと潰れてるかなと、かなり潰れてるかなと思いました。これは結果的にはセンターフライでしたね。ちょっとなかなか軟式は難しいです。では次、守備の方行ってみましょう。はい、守備の方は打球2球来ました。初球がこちらのセカンドゴロです。向こうさんをどかしてセカンドで補給してアウトにしました。こちらはまあ軟式のバウンドとしてはかなり高く跳ねているので、前に攻めながら取ってトスをしました。はい、2球目です。2球目も同じような打球でしたね。2球目この打球です。同じような打球来て前に攻めてアウトにしました。ちょっとバウンド合わなくてやべえと思ったんですけど、うまく粘って取れました。軟式はかなり跳ねてるんで、やっぱ焦りますよね少し。はい、最後に自分が守備についている時のスタートを見てみましょう。少し体をひねって待ってますね。で打つ瞬間には足を揃えて待っています。でこの時に少し後ろから助走をつけて入ることによって、守備が広くなるので少し助走をつけて入っています。こんな感じで自分守備ついてるんですけど、これあんま見れない映像だと思うのでちょっと撮影してみました。はい、というわけで今日は向こう図の紅白戦行われました自分の打席と守備をご覧いただきました。明日は向こうさんにスポットを当てて、向こうさんの打席を見ていきます。向こうさんはもう軟式ではかなりやってますので、バッティングもやっぱりお見事でした。明日の動画をご覧ください。というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。では失礼します。チャンネル登録お願いします。